At CTEC Japan 2009, Sony exhibited for reference a camera that can shoot 3D video with a single lens. This camera can take natural, smooth 3D video of fast-moving subjects such as sports at 240 frames per second.まあ、従来二眼で撮ってきたものに対してですね、下が非常に大きすぎる、下というのは両眼画像のズレ量が非常に大きすぎるといういろんな難しさがありましたので、単眼を今回進めたのですが、実は単眼で、中光学系の中で左右画像を分離するという技術は歴史は非常に古いものです。1972年にソニーの島田聡というものが出願をしております。その考案は絞りの位置、正確に言うと対物焦点位置と天光源から広がる光が平行になる部分なんですけども、そこに2つのシャッターを置きますと、左半分を消した場合、右半分を消した場合にそれぞれ視差のある画像を撮影することができると、それがまず基本的な考案です。でそれに対してどうしても時間的な差が生じてしまうという問題が発生しておりましたので、そこを同時に分光する非常に単純なアイデアを一昨年ぐらいに考えましたので、それを実装したところ非常に良い絵が出たという経緯で今回の同時分光型の 3D 単眼カメラが出来上がっております。でこのカメラは完全にフォーカスをしたところがスクリーン上で画像が一致いたしますので、非常に目の疲れにくい、非常に疲れない印象の確認を今まで我々してきております。Sony has combined this new single-lens 3D optical system with technology that enables a high frame rate of 240 frames per second. The system is based on the universal qualities of human vision and has no discrepancy between convergence and focusing. As a result, Sony has achieved a single-lens camera that can shoot natural 3D video. グラスにズームします。視線がブレずに自然に見えます。水平線にフォーカスを移動します。変化が自然に見えます。Digging for news.